こんにちは。ヨッシーウールワールドや編みぐるみヨッシーのアミーボなど編み物を題材にしたヨッシーが発売されるということで、私もヨッシーを編んでみることにしました。ところで参考資料として公式サイトなどの画像を見ていたのですが、ここには編み物的視点から見て3種類の編みぐるみヨッシーがいることに気がつきました。それはパッケージに写っているヨッシーとアミーボのヨッシー、ゲーム中に出てくるヨッシーの3つです。パッケージに載っているヨッシーは、実際にかぎ針編みで編まれたもののようですね。かぎ針というのは、こちらのヘイホーが持っている道具です。私が今使って編んでいるのもかぎ針です。次にアミーボのヨッシーですが、表面を観察すると、これは棒針編みの編み地になっています。棒針というのはここに刺さっている道具のことで、両手に1本ずつ持って使います。棒針編みの編み地は柔らかく伸縮性があるので、手袋や靴下など衣類系のものを編むときによく使われます。ではゲーム中に出てくるヨッシーはどうかというと、大部分は棒針編みの編み地ですが、ほっぺたにだけはかぎ針編みの特徴があります。段差がはっきり見えるところがかぎ針編みっぽいです。つまりゲーム中のヨッシーは棒針編みとかぎ針編みのハイブリッドだと言えます。背景を見ても様々なところにかぎ針編みや棒針編み、その他様々な手芸関係のものが登場しているので、そういうところに注目するのも面白そうですね。さて、頭、鼻、ほっぺ、背びれ、腕、足、靴、尻尾、甲羅のパーツができました。腕と足は可動式にしようと思うので、接続用のパーツを仕込んでいます。胴体を編むときにこれらの接続パーツを組み込んで、その他パーツも縫い合わせ、最後にフェルトを切って作った目を貼り付ければ完成です。